対抗戦を機に今プロレス界で最も脚光を浴びているレスラーといえば UWF インターの安城陽次。自らをミスター 200% と名乗り、これまでの UWF では考えられなかったラファイトを随所で展開している。対戦相手の急所攻撃対策として使用したファールカップをもじり、高山、山本らとゴールデンカップスを結成し現在大ブレイク中。今日は本当に 200% 面白いゴールデンカップスの魅力にたっぷりと迫ります。安城陽次選手です。そしてお隣が高山義弘選手、そして山本健一選手、3人合わせてゴールデンカップスの皆さんです。ねえ、ぜひ皆さん今日はよろしくお願いいたします。すごいかっこいいなっていう感じなんですけど、はい、まずミスター 200% こと安城さん、はい、ゴールデンカップスというその名前の由来、こちらから教えていただきたいんですが。まあ、そうですね、まあ要するに、まあ、僕らで、はい、まあ、プロレス界の、ゴールデンカップ、要するに優勝カップですね、はい、これを僕らの手で掴もうと、そういう意味合いを込めて僕らチームを結成しました。決してファールカップでは、いやいや、そんな恥ずかしい名前から取るわけないでしょ。すいません、大丈夫ですか。恐縮です。はい、まあ、今をときめくと言っても間違いないお二人、そしてお三人さんなんですが、まずは安城さん、高山さんのコンビは先月、IWGP タッグを新日のタッグに挑戦したわけなんですが、高山さん、はい、まあ、それ挑戦して、まあ、どういうふうに感じられましたか、ご自分の中では。そうですね、やっぱチャンピオンっていうことあって、まあ、強いって強いですね。ただなんか、橋本選手は、すごいチビデブなんですよね。僕、見た目も嫌なんですけど苦手なんです、ああいう人とレスリングするの。だからなんか、ああやだやだやだと思いながらやられちゃいましたね。しかしあいつらは風格がないよな、チャンピオンとしては。そうです、厳しいですね。ベルトで僕の頭ぶん殴ったんですよ、あれ。そうなんですか。チャンピオン、これね、なんかかっこいいこと言ってますけどね。 あれのおかげでね、チャンピオンベルトからね、宝石が 2,3 個ね、逃げ落ちてね、なくなっちゃったらしいですから、ね。誰が拾ったんでしょうね。誰が拾ったんですかね。もう早速怒ってらっしゃいますけども、それから山本選手、はい、そのブロンドヘアといいますか、ね、金髪がとってもお似合いなんですが、はい、これは UWF 史上初めてということですね。はい、はい、それはどうしてこうブロンドになさったんですか。そうですね、宇宙人とコンタクト取りたいなって。あ、地球と離れたい。訳分からないよな、お前。何をさせますか、もうそろそろ。まあでも、なんだか言いながら、こうやってそれぞれの3人さんが、個性がバラバラなんだけど、それがまた一つのいいね、コンビネーションになってるんじゃないかと思いますが、ね、はい、さてここで3月1日にこの前行われました UWF インターの試合、もちろん3人の試合を注目しながらご覧いただきたいと思います。はい、3.1UWF インター日本武道館大会、まずは第1試合、ゴールデンカップスの山本健一は UWF の申し子、中野達夫と対戦しました。終始中野のパワーに押され気味の山本、あと1ポイント落とせば負けという崖っぷちに追い込まれます。しかし最後は首固めで中野から堂々のギブアップ勝ち。これから始まる成り上がりロードへ向け、山本が幸先の良いスタートを切りました。続く第2試合、昨年7月以来およそ7ヶ月ぶりの UWF インターマット復帰となった田村清は、レスリングには絶対的な自信を持つ桜庭和志と対戦。素早い寝技の攻防の末、一瞬の隙を突いて田村が桜庭の足首に絡みついてギブアップ勝ち。試合後田村は、次は高田さんと真剣勝負と頂上決戦を熱望していました。第3試合、田村と並び次期エースとして急成長を見せる柿原雅彦は新日本プロレスの大谷慎二郎と激突。最後はスリーパーホールドで一気に大谷を沈め、この日行われた団体対抗戦の初戦を白星で飾りました。そして第4試合、ムエタイ最強の男、チャンプはゲッソンリットにキックルールで挑んだ金原博光は、序盤から相手の必要な金的攻撃に苦しめられます。中盤になってようやくパンチがヒットしだすものの、金敵を警戒して守るのが精一杯だったという金原は結局2対0の判定負け。この試合にかけてきた金原にとっては実に納得のいかない試合となりました。また続く第5試合、自分の試合をセミファイナルと勘違いしていた安城陽次は、自分のテーマ曲が鳴り出すと慌ててパートナーの高山を呼び寄せ、何事もなかったかのように入場。しかしこれも作戦のうちか、対戦相手の山崎飯塚組を散々じらしてリングに登場します。そしていきなりの奇襲攻撃、さらにはロープに飛ばしてエルボー、高山がジャンピング2位をお見舞いします。レフリーの目を盗んだ巧みなタッチワークはまさに天才的。これで昨年7月、 UWF インター離脱後初の U ターン参戦となる山崎和夫の怒りは頂点に達します。安城に渾身のジャーマンを浴びせ反撃。しかし逆に高山が豪快なジャーマン、
さらに安城がバックドロップ。そして最後は必殺のグランドクロス200、変形足4の字固めを決め、見事ゴールデンカップスが山崎飯塚組に快勝しました。続くセミファイナルでは新日本プロレスの武藤敬司とこの試合から改名したユインターの佐野雄飛が対決。終始グラウンドでの展開が繰り広げられますが、武藤が逆転のドラゴンスクリューから足4の字固めでギブアップ勝ちをものにしました。そしてメインでは IWGP 王者ユインターの高田信彦に新日本プロレス平成維新軍の大将越中史郎が挑みました。試合は終始越中のペース。越中は持てる技をすべて高田にぶつけ、王座奪取をほぼ確信します。しかしユインターのエースとして意地でも負けられない高田はフラフラになりながらも腰中にスリーパーホールド。最後は必殺の腕しぎ逆十字固めでギブアップ勝ち、見事初防衛に成功しました。という熱戦が、ね、はい、続いたわけなんですが、ね、まず山本さん、はい、大先輩の中野選手を破った感想っていうのは、はい、大先輩の中野さんに勝ったことはすっごい嬉しいですね、はい、でもまあ、200% チームとしては当たり前のことですからね。そして安城高山両選手は、はい、声援では山崎選手に負けていたという声も多いんですが、勝負ではきっちりと。あ、そんなことないですか。まあいいでしょうそれは。で一部にはそのファイトぶりが、まあ、ユーインターのファンとしてはユーインターらしくないなんて声もあるんですが、そんな斉藤さん、はい、隣は私なんでよろしくお願いします。ね、僕ら UWA じゃないですから、僕らゴールデンカップスですから、はい、だから UWF とかそんなね、そんなちっぽけなものに僕らこだわってませんからね。これもっともっとね、広い世界見てますから。じゃあもう成長してほしいですね、そろそろ。そうですね、なかなかね、ファンに対しても厳しいっていう感じですけどね。勉強してほしいな。U インターの中では、はい、高田選手は徹底して UWF ルールにこだわっていると。それから田村選手は新日との対抗戦は出場拒否をして、それから金原選手はキック路線を今回もムエタイ選手と、はい、ということでそれぞれが違う、ね、個性を出して戦っているわけなんですが、高山さん、そういう今の団体の在り方っていうのはどんなふうに感じますか。まあ、個人が好きなことやってるのは、まあ、個人競技ですからね、チームプレーじゃないですから、いいんじゃないですか。まあ、僕らはなあ、UWF 自体がバラバラですからね、まあ、そんなの誰が何しようが勝手じゃないですか。 そうですね、それもね、いいところを僕らが全部ね、つまみ食いしてね、はい、全部いいところだけ取って、はい、ゴールデンカップスというのを決定しました、ね、200% にね、はい、ってことは全てを持ち兼ね備えてるのがゴールデンカップス。そういうことですね。はい、わかりました。それではちょっとここでコマーション挟ませていただきます、この後もバトルはまだまだ続きます。なんかはご覧になるんですか、安城さん。まあ、あんまり見ないですね、僕の場合は。あんまり興味ない。そうですね。はー、ですか。機会があったら行くぐらいで、まあ、そういう勤めていくってことなんですね。で、山本さんどうですか。全然興味ないです。全くそういうものなんですかね。なんかイメージ通りっていう気がしなくもないんですけどもね。まずとりあえずここでは、3月2日に行われたパンクラスの神戸大会の模様、はい、そして今日行われたシューティングの結果、3人と一緒に見ていきたいと思います。はい、ご覧ください。パンクラス 3.2 神戸大会、怪我の回復が遅れていたウェイン・シャムロックが欠場するなどのハプニングがあったものの、会場は超満員札止めで沸きに沸きました。まずは第3試合、充実で習得した下からの返しで試合を有利に運んだ船木正勝は、相手の稲垣勝臣をわずか74秒で下し、格の違いを見せつけました。続く第5試合、94年3月愛知大会以来2年ぶりとなったこの両者の対戦は、鈴木みのるが4分15秒腕ひしぎ逆十字固めで老け高くを仕留め、1月の横浜でフランク・シャムロックに敗れた敗戦のショックから見事立ち直りました。また1月の横浜で鈴木を破り暫定キングオブパンクラシストとなったフランク・シャムロックはセミで柳沢隆史と対戦。パワーでは決してフランクに劣っていない柳沢でしたが、20分を戦い抜き、判定の末3対0でフランクに負けを喫してしまいました。そしてメインでは右手首の負傷から見事復活した第3代キングオブパンクラシストバスルッテンにガイメッツァーが挑みました。試合は終始グラウンドでの展開、メッツァーがまだ試合感の戻らないルッテンを積極的に攻め込みます。しかし5月にはフランク・シャムロックとの統一王座戦を控えているルッテン、最後は19分16秒アンクルホールドでメッツァーからギブアップ勝ち、好調な回復ぶりをアピールしました。シューティングヘビー級のエース遠征井上は残念ながら怪我のため欠場となりましたが、代わりに出場したのが兄のイーゲン井上。
これがプロデビュー戦となるイーゲンは開始早々あっという間に素早いタックルで相手のデッドマンを倒します。そして最後は三角締めでフィニッシュ。急な出場にもかかわらず圧倒的な強さで快勝しました。またメインに登場したシューティングライト級王者の朝日昇はブラジルのレアンドロ・リマデ・アセベドと対戦。グレイシー柔術の天敵ルタリーブリという格闘技を操るアセベドの戦いぶりが注目されましたが、過去5年間負けなしと驚異的な強さを誇る朝日の前に何もできないままあっさりギブアップ。プロシューターの強さを改めて確認させられる試合となりました。はい、パンクラスの方は差し当たって5月16日武道館大会でフランク・シャムロック対バスルッテンの統一戦が決定しています。はい、あの安城さん先ほどね、はい、あの全く興味ないとおっしゃってましたけれども、今ご覧になって、まあ白熱したいい試合でしたねコメンテーターみたいですね格闘技の醍醐味ここにあり素晴らしいどういう風に受け取ればいいんでしょう。まとめてくれましたけどあのところで安城選手、あの最近一部ファンの中からバトルウィークリー宛に投書が多いんですが、安城選手は本当に帰国子女なんだろうかということがあるんですが、それは帰国子女でいらっしゃるんですか。だとすれば土川さんもあの帰国子女ですから、はい、ね、ここは一つあのお二人で会話などをしていただければと思いますので、ナイスミーチュー。はいはいはい、安城さんすいません、はい、私嘘をついてましたなんでそんな、なんという、やはりね、僕ただのアホだと思われたら尺ですからね、なんかね二面性を持ちたかったんですよ。実は頭が切れるけど、ね、それでもアホなことやってるんだぞと申し訳ございません。今明かす真実、あ、バトルウィークリーのこの場で明かしてもらえるなんて。でもなんかお茶目ですよね、すごくお茶目なの。外人と交渉して変なになったんですトラブルがあってユインタが傾いたのは僕のせいです。あ、やっと分かる、謎が解けましたね。ケイリーが前日行ったのは僕のせいでした伝わらなかったんだ、石がよく分かりませんけどねまあ、あのその辺は内部事情を置いときまして、はい、やっぱりファンとしてはこれからの活躍を期待しているわけなんですが、あの最初にもさっきやってもらったんですが、このポーズってありますよね、安城さん。これは一体何か、oh, this, this is means 100 and 200. Wow, he does speak English. すごい上手ですよ安城選手、どれが本当なんですかすごい上手、何言ってるんですか、ね、やっぱり二面性持ってますね、ねえ、安城さんね。で、今のは訳していただくと、驚かせます。え、訳していただくと、聞いてませんでしたね、もう一回日本語で。はい、あ、まあ、一応これはね、はい、まあ、100%、200% ということで、はい、まあ、実に、まあ、単純な発想なんですけれども、はい、まあ、僕の、言われている 200% を、指で、あの、もじってみました。じゃあせっかくですから、あの3選手 と、はい、我々もできれば一緒に参加させていただいて決めていただければと思うんですが。いや、ダメですよ、これはこのバッジをつけてる人じゃなきゃ、これはね、公式にはやっちゃいけないんですよ、公式の中では。じゃあ一応、特者ってことで、はい、このバッジはね、はい、やはりあのゴールデンカップスの会員にならないとこのバッジは手に入りませんので、皆様、じゃあね、皆さんも会員になっていただいてっていう感じですけども、はい、とりあえず一 度、 一度だけ決めよう。そうですか、はい、はい、お願いします。じゃあ例のやついきますか、はい、We are ゴールデンカップス、決まりましたね、はいはいはい、決まりました、はい、ありがとうございます。さあ、おしまいにプレゼント、ね、あの今日は素晴らしいプレゼントを用意していただきましたので、はい、ではまず山本選手から持ってきていただいたもの、はい、この間の、武道館で、はい、ちょっと練習でもキラッときたやつです。はい、サイン入りです。そして高山選手、これは僕の応援してくれる、はい、藤沢市のぬくいゆきおさんが作ってくれたんですけど、あの非売品です。非売品なんですか、はい、非売品なんですよ ね、 ね、応援団が来てたんです、まあ、すごい貴重品です、はい、そして安城選手は、僕は先ほどつけてたこのバッジです、今つけていただいた、はい、そして